この巣場。私はクリス。いつもは盗賊として活動してるんだけど、最近は他のこともしていて、しぶしぶ始めたことだったけど、なんだかちょっとやりがいが出てきたんだよね。さあ、今日もアクセルの天使隊出動。いや、皆さんのお力もあって天使隊の評判も上々です。きっとアクア様も喜んでくれているでしょう。今更だけど、最終的にアクシズ教のためになる活動をクリスがしてもいいものなの？まあ人の役に立ってるのは事実だからね。今のところあんまりあの教団の評価にはつながってないし。クリス、探したぞ。頼みたいことがあって。ダクネス、どうしたのさ。なんだか思い詰めてるみたいだけど。実は昔から付き合いのある貴族のご老人が少し心配な状況なのだ。ほほ、気になるお話ですね。ぜひ私たちに詳しく教えてください。顔が近いぞ、セシリー。そのご老人が最近どうにも気難しくなってしまったようで、周りの人を遠ざけているそうなのだ。なるほど、それは心配ですね。でしたらこの私。わかった、今回はダクネスの頼みだし、私がそのおじいさんに会ってみるよ。いいよね、セシリーさん。私も行きますよ。はあ、おっきいお屋敷ね。こんなところに住んでる人にお世話になってたなんて、さすがダクネスよね。ご家族もなく一人で暮らしてるなんて大変ね。そのおじいさんが元気になれるように力を貸してほしいってことなのよね。それにしてもどうしてそうなっちゃったのかしら。これだけ大きなお屋敷で使用人がいないのも変だし。気に入らないことがあって、家政婦や料理人も一斉にクビにしてしまったらしい。昔は貴族ながらに冒険者としても活躍する明るくて元気な人だったのだがな。貴族の身で冒険者とは、まるでダクネスさんのようですね。ああ、あの方の冒険譚には憧れたものだ。それにしてもクリスにだけ頼むつもりが天使隊の皆まで来るとは。まあまあ、私たちも最近意外と評判いいし大丈夫だって。セシリーさんはおとなしくしててよね。そのおじいさんはエリス教徒って話なんだから、絶対に余計なこと言うんじゃないわよ。大丈夫ですって。私を誰だと思ってるんですか。アクシズ教の美人プリーストにしてアクセルの天使隊のリーダーですよ。だから心配なのだが。安心しなさい、余計なことしようものならへし折るから。どこですか。何やら騒がしいと思ったら、ダスティネス教の娘か。今日は何の用だ。ご無沙汰しております。突然押しかけてしまい申し訳ございません。近頃お元気がないと耳にしまして、何かお力になれることがあればと伺いました。はじめまして、ダクネスじゃなくてララティーナの友達のクリスと申します。いきなり大勢で押しかけてごめんなさい。そして私はアクセルの天使隊のセシリーです。あなたが孤独でしょぼくれた老人になったのはきっとエリス教のさ。だからそういうのやめてって言ってるでしょ。人の家に来るなり騒がしい奴らめ。手伝ってほしいことなど何もないわ。大きなお世話だ。よってたかって年寄り扱いしよって。用がないならさっさと帰れ。いいな。行っちゃった。もうセシリーさんが失礼なこと言うからだよ。でもまあ、お呼びでないって言うなら帰ってもいいんじゃない。私も暇なわけじゃないし。なんだか寂しそうな目をしてたのが気になるんだけど。だよね、
私も気になってた。だからこのまま帰るっていうのはできないかな。みんなすまない。昔は優しい人だったのだ。私が小さな頃には何度も遊んでもらったこともある。どうにか元に戻ってほしい。何がご老人を変えたのでしょう。少し体を悪くして家にこもりがちになってから気難しくなったそうだ。周囲の心配を嫌がるようにもなって。だったら私たちでおじいさんの心を癒してあげるのはどうかな。一緒にいれば何かわかるかもしれないし。ありがとう。とにかく何かさせてもらえないか話をしてくるから待っていてくれ。このスバ、このスバ。よいしょ。お部屋が広いと掃除も大変だよね。高そうな装備品もたくさん飾ってあるし、すごいな。冒険者として活躍していた時に使っていたものだな。って、セシリー、何をしている？え？邪教の女神の肖像画を我らがアクア様のものと交換してあげようとしてるだけですが。ご老人はエリス教徒だと言っただろう。妙なことはしないでくれ。そんなものを信仰しているから性格も悪くなったのでは。エリス様をそんなもの呼ばわりするとは、この不届き者を。ニャーニャーと騒がしいぞ。掃除は終わったのか。ごめんなさい、まだ途中なんです。かっこいい剣や鎧がたくさん飾ってあるから見入っちゃってて。ほう、ここに置いているものの良さがわかるとはただの小娘ではないな。特にその剣は昔クエスト達成祝いで贈られたもので。そりゃ価値はわかるでしょう。この人盗賊ですし。ああ、なんでもありません。ああ、もうやかましい。とにかくさっさと終わらせるように。セシリー、せっかく機嫌が良くなりそうだったのに余計なことを言って。お前というやつは。まあまあ落ち着いて。とにかく掃除をパパッと終わらせよう。よし、これでかなり綺麗になったな。こっちも終わったわよ。報告しに行きましょう。ってあら、セシリーはどこに。さっきすれ違ったわよ。終わったことを知らせてくるからご飯を作っておいてって頼まれたけど。嫌な予感が。失礼いたします。お掃除が終わりました。そろそろお昼時ですし、食事を作っておりますので後ほどいかがですか。ふん、果たしてお前たちにまともなものが作れるのか。うちのエイミーさんは料理上手なので期待してください。それにしても広い家に一人で暮らすのは大変ですよね。何が言いたい。人を住まわせてはいかがでしょう。たくさんのお部屋を遊ばせておくのはもったいないですしね。たまにあなたの身の回りのお世話をするという条件付きで、不遇ながらも敬虔な我が京都たちに。バカを言うな。ちょっと目を離した隙に何ということを。どうせ悪し、良くない人たちを住まわせるつもりでしょう。細かいことは気にしない。人が増えれば惨めに打ちひしがれたこの方もきっと元気に。誰が惨めだ。そういう余計なお世話はもうたくさんだ。好き勝手言うて。大丈夫ですか。深呼吸してください。ゆっくり吸って吐いて、背中さすりますね。内部楽になった。セシリー、この方に言うべきことがあると思うが。これはあれですよ、わざと怒らせて元気づけようという作戦で。ああ、そろそろ
食事ができる頃ですね。様子を見てきます。おい待て、そんなことでごまかされるか。やれやれ、あいつもこんなじじいのことなど放っておけばいいものを。お人よしに育ったものだ。そっか、ダクネスとは昔からの知り合いなんですよね。お話、もしよかったら聞かせてくれませんか？構わないが、父親に連れられてあの子がここに来たのはまだ小さな頃で。へえ、そんなことがあったんですね。今のダクネスからは想像できないかも。あの頃はまだ父親の背中に隠れていたあの子が今はいっぱしのクルセイダーなんて驚くばかりだ。あ、ここにいたのね。料理できたわよ。冷めちゃうから早く来て。ちょっと味見させてもらったけど、すっごくいい出来だったわ。さすがモフモフちゃんよね。腕によりをかけたわ。寒い道の美味しいお野菜をたくさん使ってるから栄養満点よ。相変わらず騒がしい奴らだな。すまないが、食堂まで連れて行ってくれるか？はい、任せてください。あれ、なんだか仲良くなってない？ちょっといろいろあってね。このスバ、このスバ、おじいちゃん、食後のマッサージしてあげる。あら、結構腕周りなんかがっしりしてるのね。昔は冒険者だったっていうお話でしたものね。私も最近はいろいろなクエストに行ったりしてるんですよ。ほう、そういう話は久しく聞いておらんな。どんなクエストに行ったんだ？私はトレジャーハンターとしてこの前変な遺跡に行ったんだけど、そこで大変なことがあって。おじいさん、すごく楽しそうに話を聞いてるよ。ああ、クリスがあの方と二人で話をしてから、随分と柔らかくなったようだが、何を話していたのだ？何だったかな？ちょっとダクネスの昔のことを聞いてたりして。なあ、変なことを聞いてはいないだろうな。変なことって何かな？それは、気にするな。まあ、それであの方が少しでも元気になったのならいい。おや、そういえば。どうしたの？いや、セシリーがいないのがなんだか気になって。ペレレーン！どういうこと？なんでお屋敷にスライムがいるのさ！お風呂でデザート用にところてんスライムを養殖してたら逃げ出してしまいました！捕まえてください！ああ、プルプルが！実にいい戦いだった。スライムめ、まさかあのような方法で私の身を怪我してくるとはな。ああ、もう攻撃当たらないのになんで突っ込んでいくのよ。とにかくあっちで治療しましょう。ダクネスのこれはもう病気みたいなものよね。どうにか治す方法があればいいのだけど。こればっかりは仕方ないよね。おじいさん、怪我はありませんでしたか？この程度はどうということは。おじいちゃん大丈夫？やっぱり怪我を。でも見たところどこにも。これはきっと邪神エリスの呪い。教会に殴り込みに行ってきます。そんなわけないじゃんって言っちゃった。とにかくおじいさんを部屋に運ぼう。うん、ちょっと疲れが出ちゃっただけみたいだから安心して。はい、頭上げなさい。もっとよ。世話をかけたな。もう大丈夫だ。しかし、あのスライム。
すみません、セシリーさんには後できつく言っておきます。いや、先ほどの戦い、自分も冒険者として活動していた頃はスライムに苦戦したことを思い出して懐かしかったわ。おじいさんにもそういう時代があったんですね。もっとそういう話を聞いてみたいです。実は若い頃、わしも仲間たちと困難に立ち向かっていたものでな、さまざまな依頼がひっきりなしに来たものよ。スライムの討伐クエストでは、依頼主の高慢な老人に嫌な目に遭わされて悔しい思いをしたものだ。なのに今の私は、お前たちに同じことをしていたな。すまない。謝ることはありません。今のあなたは昔と同じ顔をしています。私たちが来た意味はあったでしょうか？もちろんだ。お前たちと話せてよかった。また来てくれると嬉しいのだが。もちろんです。ダクネスの小さい頃のお話も聞きたいしね。それじゃあ今日はそろそろおいとましようか。そうね、ダクネスもおじいさんと二人でゆっくりお話しするといいわ。クリス、みんな、今日は本当にありがとう。アクセルの天使隊としてお役に立ててよかったよ。それじゃあおじいさん、またね。で、あれ、何か忘れてるような。この巣場